はいどうも皆さんこんにちは、レイギャルンです。ちょっとね、未だに喉の調子があまりよろしくないです。喉の調子が、あれなんですよ。ツイッターとかでもう結構ね、最近ちょっと体調を崩し気味っていうことを結構言うてたんですけども、ちょっとね、さっき病院行ってきて、お薬もらってきたんで、多分ねちょっと治ってくれたらいいんですけど、まだちょっとね咳が出て、じゃあなんで動画撮影してるんやって話になってくるんですけど、やっぱりね休めないですよね。というわけでちょっとね、声がちょっとおかしいかもしれないんですけど、ご了承ください。はい、というわけで今回はなんですけども、皆さん7個カード持ってます？使ってます？7個カードっていうのを、セブンイレブン等で使える7個カードというポイントカードがあるんですけど、お持ちでしょうか？私7個の方はね、ちょっと持ってなかったんですよ。でね、今回この機会にちょっと7個デビューしてみようかなと思って、購入したものがあるんですけども、そちらがねやっとのことでね届きましたので紹介したいと思います。はーい、こちらオムニセブンだったかなとの、一応コラボ商品というわけで、ラブライブサンシャインの特別7個カードというものが、そのオムニセブンさんの方でね、予約できたので、ずっと何ヶ月前、3ヶ月前ぐらいから注文してたんですけど、やっと届いたんでね。はーい、で結構そのな、7個が届いたはずやのにめちゃくちゃでかいんよ。だからワンチャンなんかちょっと特別なものが入ってんじゃねえの、特典限定品的なんか入ってんじゃねえのというわけで、こちらの方ちょっと開けていきたいと思います。いつもの緑のハサミじゃないからすげえ切りにくい。これ見ていきたいと思います。3、2、1、よっ、おっ、おお、あ、俺こんなん買ってたっけ自分でもなんかちょっとあんま覚えてないですけど、お、はい、こちら、7個カードプラス IC カードケース3年生でございます。はい、そう、なんかね、学年別で分かれてて、で俺3年生のセットを買ったんかな。はい、ちょっとこれはテンションが上がりますね。じゃあ早速開封していきたいと思います。ほんまにね、ちょっと喉の調子悪くて、今はちょっとまあやっと治ってきたんですけど、ほんまに声が出やん時があって、まあ声が出やん時、一定のトーンだけ出せたんですけど、そのトーンがもう完全にね藤原達也だったんですよね。はい、じゃあちょっとね袋から出したんですけど、ちょっと開けていきましょうか。オープンセサミ、お、すごい、なんか限定剤、なんかすげえ豪華。お、これはうわ、カナンちゃんの生徒手帳型 IC カードケース、素晴らしい。なんかちょっと説明が書いてますね。ほー、あ、浦の星女学院学生証、第3学年松浦カナン、2月10日スクールアイドル部。いやー、すごい、なんかすごいリアルにできてますね。でなんか思ったより硬いですね。ほんまに IC カードケース、すごい、プラスチックかな、なんか結構硬い素材、あ、プラスチック IC カードケースって書いてますね。だいぶ硬い素材でできてます。はい、でこちらね、限定のクリアファイルがついてきました。恐ろしく可愛いですねこれね。はい、こんな感じで、いやん、素敵やん。いや、みんなセブンイレブン使ってんねんな、割と。へえ、おお、いいですね、これ。裏は、こんなロゴになってますね。ラブライブサンシャインかけてセブンイレブンというロゴになってます。はい、素敵なね、クリアファイルが、ついてきました。というわけで、ちょっとこの、限定デザイン、早速7個カードちょっと見ていきたいと思います。正しい開け方が分からなかったんで、カッターナイフでシュッてやったんですけど、はい、なんかちょっとガチの7個っすね。なんか、あ、ガチの7個、なんかちょっといろいろな契約書みたいなのが、なんか契約書というか、なんかそのガチのなんかキャンペーンの資料が結構入ってますね。はあ、あ、この中に入ってるっぽい。お、これは、あ、個人情報保護シール、へえ、こんなんがあるんや。はい、でこの中に、おー、あー、すごい、いやー、来た、え、超かわいい、これやばい。あー、7個、
7個っすね。いやーやばい、俺もちょっと今日から7個デビューか。ちょっとなんかいいっすよね、なんかこれでなんか7個カードお持ちでしょうかって言われて、あはい、どうぞみたいな。うん、いやもうなんかめっちゃラブライバー感満載やん、もうこれね。これだからこれからセブンイレブンで iTunes カードとか買うとき、あ絶対こいつ課金しよるなと思われるね。うん、間違いなく。うん、いやでもすごい、いや3年生の、うわめっちゃ可愛い、やばいな。はい、というわけでこちらのね、IC カード一回この早速この IC カードケースにちょっと入れてみたいと思います。今ちょっと IC カードケースの方を取り出してみたんですけど、なんかほんまにもうなんかこれ紙とかじゃなくて完全になんていうの、このプレートに印字されてる感じになってますね。なんかほんまに、なんかわかりやすいところで言うとスマホカバーみたいな感じ、スマホケースみたいな、うん、素材になってました。案外自分の思ってたんとちゃうって感じですね。丈夫でいいと思います。じゃあ早速ね、ちょっとこの7個カードを入れてみたいと思うんですけども、あそうですね、こんな感じでこの4つの爪があるので、こっちにもうシュッとスライドで、あもうこんな感じ、あもうこれでハマりましたね。へえすごーい。えっ、あーこんな感じになるんや。ただねちょっとこれがちょっと何薄い感じの素材かなんかで、ちょっと色がね薄いかして、ちょっとカードの裏地がちょっと見えてしまうんで、もしかしたら白い紙1枚挟んだるとかした方がこの生徒手帳はくっきり写るかと思われます。はい、でもまあ全然なんかいい感じ、超フィット感、だいたい IC カードのサイズやったら何でもハマるんじゃないかなって感じです。いやーおしゃれですね、案外これはこれで、いやいいと思います。はい、というわけでね、こちらのね7個カードと IC カードケース、すごく思ったよりクオリティが高くて、ちょっと私だいぶ満足しております。はい、でねまたこちらのクリアファイルもねついてきたんで、いやなんかすごくね得した気分ですね、なんか限定ので、本当に多分なんかこれ予約しないと多分手に入らなかった感じのやつだと思うんで、予約してよかったなと、はい、つくづく思うんですけども、まあねちょっとこれでこれからはもうちょっとセブンイレブンとかでお買い物する際はね、ちょっともうスタイリッシュにね、スタイリッシュにちょっと買い物したいと思います。これで、あ、なるほどっすかみたいな感じでね、ちょっとスタイリッシュに決めたいと思います。はい、まあ、何がキャラの学生調だし、何をスタイリッシュに決めるか全く分かんないですけど、多分ね、こちらの商品もしかしたらまだオムニセブンの方で注文できるかどうかわからないですけど、ワンチャンあるかもしれないんで、もしよかったら皆様もご購入の方検討してみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はこちらまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。レイヤルでした。ふん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 、あ、しょうもカナンのやつほんままたもう学生証忘れていってからにもしゃないなほんまに。